高校球児といえば丸刈りのイメージが強いが、ベスト8の中で3校が丸刈りを強制してないと、これも時代の流れと言っていいと思うんやけど、これ、ね、すごいいいことやと思いますよ、うんうん、あの野球人口が今減ってきてる中で、はい、多分野球を選択しない中の一つに丸刈りになるのが嫌だっていうのはあったはずなんですよ、うん、じゃあちょっとみんなで帽子脱いでみようか、うん、せーのドン。あ、ほんまや、丸刈りじゃない子ばっかりやな。で、絶対丸刈りにせなあかん言われたら嫌なもんか。大体野球漫画ってサラサラヘアですよ。それ見てると高校入った時に、うわ丸刈りせんとあかんのかってね、うん、ちょっと思うの嫌じゃないですか。なあ、これがもう時代の流れです。